2020年12月中旬、日本海側は大雪の恐れ、寒波襲来。2020年12月10日木曜日午後は本州の日本海側で雨や雪、沖縄で雨の降りやすい状態が続くが、東海から西の太平洋側は晴れるところが多くなりそうだ。最高気温は東海から西日本にかけて15度を超え、九州南部は20度近くまで上がる見込み。週末にかけても全国的に気温が高めとなるが、来週の前半は一転して真冬並みの寒さとなる予想だ。この先、気温変化が大きくなるため、服装や体調管理を心がけたい。週末にかけてもこの時期としては気温が高めとなるが、来週の前半は寒気が流れ込むため全国的に真冬並みの寒さとなる見込み。風があるため、体感的には実際の数字よりも低い場合があることも考慮に入れたい。なお、14日月曜日の最高気温は早い時間に観測され、日中は日本海側を中心に気温の下がり続けるところが多くなりそうだ。また、来週の前半は低気圧の発達や強い冬型の気圧配置の影響で、北、東日本の日本海側を中心に荒れた天気となり、17日木曜日頃にかけて山沿いを中心に大雪の恐れがある。各種交通機関への影響が予想されるため、今後発表される気象情報に対して注意が必要となる。なお、15日火曜日から16日水曜日にかけては、西日本の太平洋側でも雪の降るところがありそうだ。ウェザーマップ記事より引用。以前の動画でもお伝えしましたが、今年はラニーニャ現象が発生しており、大寒波に見舞われる恐れがあります。また異常高温など異常気象が多発するとも予想されております。様々な要因があると思いますが、地球温暖化の影響も大きく関わっているものだと考えられます。我々人類は、壊してきた環境を健全化しないといけないのです。高島博士は、地球の起死回生という大きな目標を掲げこの状況にバイオ生物工学という分野で、日々戦っておられます。地球環境を微生物と酵素、そして宇宙からのエントロピーで地球環境の調和を取り戻す研究をいたしております。皆様も COVID-19 の流行で微生物やウイルスがどれだけ脅威となるかをご理解できたと思います。しかし、その逆もあるということです。微生物やウイルスが自然環境や生物内の環境を好循環に導くことも多く存在するのです。その最先端のバイオ工学が EMBC 複合発光技術です。本来共存し得なかった微生物の種族を共存、共生させることに成功し他の微生物を攻撃するような悪性ウイルスや細菌、有毒性物質をも協調性を持ったものに生まれ変わらせていくという夢のような研究です。微生物やウイルスという目に見えない世界の分野で未だに解明されていない部分が多くあり、その全容は未知数です。我々エコロジーサービスは、現時点で最高とも言えるバイオ酵素水を、高島博士の元製造に成功いたしました。我々の携わる、EMBC 複合発光という科学は組成回帰の科学という理念を原点に、自然に全ての生き物に、そして人類の繁栄にいい環境を作るというウィンウィンの関係を構築する、起死回生の科学なのです。この研究で生まれた起源酵素は、新バイオ技術で製造された酵素入りバイオ飲料です。もちろん土壌改善にも使用できますし、ゴミなどの無害化にも使えます。微生物と酵素の作用で体内の環境を改善させ、病気、ウイルスに強い健康的な生活を送れることも解明されています。起源酵素は、11種類の天然素材と霊峰富士の地下から湧き出たきめ細やかな湧き水で作られており、体に害をなす材料や添加物は一切使用しておりません。最後に、皆様にとってもお得なキャンペーンをお伝えできることになりました。昨年末より、全国販売を開始した記念として全商品 30% オフのスペシャルプライスにて、現在販売しております。よろしかったらこのお得な期間に、起源酵素をお試しください。よろしくお願いいたします。この起源酵素を当社では販売しております。お問い合わせはエコロジーサービス電話 092-407-3604 までよろしくお願いいたします。
チャンネル概要欄にリンク貼り付けております。